チェルシー、決定機を決めきれずして相手に案の定行く。チェルシーやっぱりダメか。チェルシーはウェンブリーでは勝てない呪い。しょうもないわほんまに、情けない。3回も決定機外す FW がいたら勝てないに決まってる。結局押し込まれて失点するのして相手に何回やるんだよ。シティが本気でキープ始めたら本当奪えんよな。チェルシーのビルドアップってなんでずっと改善されんの？結局シティの勝ちかよ。シティ粘り強いな。リュンドアンはいなくなったけどデブライネとベルナルドが勝負強すぎる。チェルシーが決めきれないまま毒が入って流れ変わったな。ジャクソンもポチェッティーノもどっかと仕込めておいてくれ。